沖県福岡市中央区天神2丁目にある株式会社パルコ運営のファッションビル。九州最大の繁華街である天神に位置し、西鉄福岡駅や地下鉄天神駅と直結している。同社としては大分パルコ、熊本パルコに次いで九州で3店舗目となる。現在は沖縄県のパルコシティを除いて九州で唯一のパルコである。 開業前の天神岩田屋本館後現在の福岡、パルコ本館、新館の建物は、かつては天神岩田屋の本館、新館であった。天神岩田屋本館は、九州鉄道福岡駅駅に隣接した、九州発のターミナルデパートとして、1936年10月7日に、開店した。新館は、1976年3月に、開店した。 それまで住宅地だった天神が九州随一の繁華街に発展するきっかけとなり、長らく天神のランドマークとして存在してきたが、西鉄福岡駅の再開発による南側への移設と、それに合わせた1996年の天神岩田屋の新店舗計画の失敗から経営が悪化したことに伴い、資産処分の一環として、1999年に 西隣の天神に岩田や新館と共に、福岡の学校法人、鈴木学園グループに売却された。店舗も2000年3月に新館、2004年2月に本館が閉館し、旧 NHK 福岡放送会館跡地に建設された新店舗に移転した。その後は、建物の老朽化と、その耐震補強工事に高額な費用がかかることがネックとなり、 いくつかの出店話が浮かんでは、消えるという状況が続き、天神のメインストリートである渡辺通りと明治通りの交差する天神交差点の南西角という天神の超一等地にありながら、長らく空きビルの状態が続いていたが、2008年にパルコが続き学園と建物賃退借契約を結び、約50億円をかけて改装工事を実施。 2010年3月19日に本館がグランドオープンした。初年度の売り上げは、開店前の売り上げ目標110億円を25.4%上回る約138億円で、これは渋谷パルコ、浦和パルコの各店舗に匹敵するものであった。2011年3月の JR 博多シティの開業後は、一転、4月から7月までの売り上げが対前年比で 平均24%以上落ち込むなど、やや苦戦したが、同年秋の一部改装後は順調で、2012年の売上高は毎月前年を上回った。2010年に第24回福岡市都市計干賞を、2012年に第21回ベルカ賞ベストリフォーム部門を受賞した。建物はパルコのオープン後も、 続き学園が引き続き所有していたが、2013年3月、パルコが隣接する天神ハッチェリービルともども、続き学園から265億円で取得。同年5月、天神ハッチェリービルの地下階を残し、地上部分のみ、解体建築後地上6階分を増築する形で、新しいビルに建て替え、2014年11月13日に、福岡パルコ新館としてオープンした。 これにより、売り場面積は、本館の12,500平方メートルから約2倍に、増殖した。また、2014年1月に、2015年春を、目標として、福岡パルコが、西鉄福岡駅ビルの一部に増殖する予定である、ことが発表され、後に2015年3月19日にオープンと、発表された。実際に増殖したのは、地下1階、中3階、 三階、四階、五階の五フロアである。この本館造勝部については、自社保有ではなく、西鉄所有のビルに、テナントとして入居する形式をとっている。本館は、地上八階、地下一階建てで、店舗数は約150。本館造勝部は、地上七階、地下一階建てで、店舗数は27。新館は、地上六階、地下二階建てで、 店舗数は57。本館と本館増床部は地下1階から地上7階部分までで連絡しており、本館5階と新館4階及び本館7階と新館6階、本館と新館の地下1階とは連絡通路で連絡している。また、天神岩田や時代と同様、本館地下1階部分で新天町地下街ファーボや天神地下街、新館地下2階で、 福岡市地下鉄空港線天神駅と直結している。本館増勝部は6.7階を除き、ソラリアステージと連絡している。福岡パルコ本館増勝部。左側がソラリアステージビル、右側が福岡パルコ本館である。本館増勝部6階で営業しているタワーレコード福岡パルコ店は、西鉄福岡駅ビル改装のため一旦本館8階に、 規模を縮小して移転していたが、増床部完成に伴い道6階及び本館との連絡通路部分に出展。増床部開店日と同じ3月19日に売り場面積310坪のタワーレコード、九州地区機関店としてリニューアルをオープンした。福岡パルコ新館新館に4階で営業しているスターバックスコーヒー福岡パルコ店は、かつて同ビル1階で営業していたハッチェリー。 天神店が前身である。新館出店に伴い2013年5月31日に閉鎖し、新館開業時に福岡パルコ店として再出店した。ありがとうございます。